旭川電気軌道アセカカードアセカカードは旭川電気軌道が2012年11月1日に導入した IC カード乗車券である。カード自動販売機では以下の機能が利用可能である。カード販売時、ベッドデポジット500円が必要。相互利用関係通勤定期券をエコ定期券として利用することが可能である。ただし、土曜、 休日のみ適用される。通勤定期券所持者本人と同伴した同居家族が上記の運賃で乗車することができる。乗車口のカードリーダー記名式カードには有効期限が設けられている。有効期限終了後は契約変更することによって継続利用することができる。アセカカードのご案内ちなみに2014年に利用開始された東北バス。 ダカードの図柄は緑色がベースで同じイラストロゴのみ差し替えられている。スイカ等とは違い、手数料を差し引いた払い戻し額とデポジットが返ってくるのではない。2012年11月1日から8日まで割引処理が行われない不具合があり、割引を受けられなかったカードを総合案内所へ持参すれば割引額と交通費として500円のチャージを受けられる。 朝日川電気軌道と同北バス来春にも IC 乗車券共用化へ北海道新聞2014年4月26日ありがとうございます。